はい、皆さんこんにちは。カピバランドのスマリス大統領です。今日は皆様にカピバランドぷいぷいのクラウドファンディングについてお話しさせていただきたいと思います。カピバランドは皆様への癒しの場の提供と子どもたちの健全な成長を支える一助となればとの思いから2018年に横浜でオープンしました。当初の計画では2020年に東京オリンピックが開催される予定でしたことから、たくさんの海外のお客様を迎え入れ、その数年後には世界で一番カピバラと人が幸せになれる大型施設を建設する予定でした。どうして世界一幸せなのかは当園のクラウドファンディングにぜひ目を通してくださいね。ところが2020年初頭から始まった新型コロナウイルスの爆発的な流行により、2年経った今でもなおカピバランドのお客様はコロナ前の 15% 以下に減ったままで、ニューカピバランド建設どころか私たちの明日のご飯も食べられるかどうか、このままではカピバランドを継続することも難しくなってしまいました。皆様にはクラウドファンディングの内容をご覧いただき、ぜひカピバランドぷいぷい存続のために、またニューカピバランドの夢をつないでいただきたく、ご支援賜れればと思っております。カピバランド一同、ポテト、リンゴ、ロン、ジロー、オレオ、ハム園長、そして私シマリスからのお願いです。私たち家族を皆様の愛の手で守ってはいただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。カピバランドのシマリス大統領こと内山茂でした。